マーシャル・ウィリアム・フォークは、ルイジアナ州ニューオーリンズ出身のアメリカンフットボール、選手。NFL のインディアナポリス・コルツ、セントルイス・ラムズで、13シーズンプレーした。1999年には、シーズン MVP に選ばれる活躍を見せて、その年の第34回スーパーボール優勝に貢献した。サンディエゴ州立大学で活躍し、1994年に、 インディアナポリス・コルツに全体の2位にドラフトで指名されて入団した。1999年のシーズンが始まる前にセントルイス・ラムズにトレードで移籍する。移籍1年目に芝の上で行われる最高の賞と呼ばれることになるラムズの攻撃陣の中核として活躍し、第34回スーパーボール優勝の原動力となった。 NFL の年間最優秀オフェンス選手に1999年から2001年まで3年連続で選ばれている。1999年にランで1381ヤード、レシーブで1048ヤードを獲得、合計2429ヤードと1試合あたり平均約151.8ヤードを獲得、スクリメージから獲得したヤードの NFL シーズン記録を残している。 この年、チーム獲得ヤードの半分以上をフォークが稼いだ。2000年にシーズン MVP を獲得し、2001年には同年の MVP を獲得した同じチームのキュービ b ーカーとワーナーに次ぐ得票数を得ている。チームは第36回スーパーボールにも出場したが、ニューイングランドペートリオッツに敗れた。2002年以降は怪我の影響などで、本来の力が出せず、 2005年には、スティーブン・ジャクソンの成長から控えとしてプレーすることを決断。2006年は、膝の傷も悪化し1年を通して、フィールドを離れた。そして2007年3月26日、NFL オーナー会議の場にて引退を決断した。ラン、レシーブ合計で19154ヤードを獲得、レシーブでの6875ヤードは、 当時の歴代ランニングバック記録となった2011年プロフットボール殿堂入りしたありがとうございます。